ナスワモのしいたけクッキングいいね、やらせていただきましたよ。なんか来たよかったね。なんかこう、あ、こう来てこうよくわかったわ、今こうね、やってほしかったんだよ。あ、そこうやったらこう来るかな。あ、そっか、うん、アドリブがすごいわ、ね、アドリブすぎでしょ。じゃあね、はい、今日もやっていきますよ、うん、料理ね。ほんとにやっていきましょうよ、はい、やっていきましょう、うん、ピラフ系なんですよね。初、お初ですね、はい、材料はもういっちゃいます。うん、椎茸と豚肉とタケノコです。タケノコと豚肉と椎茸ですね。そう、逆ですね。はい、まあね、はい、そんな感じでね、お今日は夏でも、うん、意外とヘルシーにね、うん、食べれるご飯物を皆さんに今日は紹介していきたいと思います。はい、はい、椎茸は健康にも美容にもいいとされています。このチャンネルでは椎茸農家ならではの美味しい椎茸レシピをこれからもどんどん紹介していきたいと思いますので、ぜひですね、皆様チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。今日もね、はい、りょうちさん、はい、椎茸をね、うん、3個欲しい。3個ね、3個、うん、うん、ぜひね、うん、お願いしますね。わかりました、はい、それではいきますよ。はい、りょうちのじゃーん、じゃがじゃーん、じゃがじゃーん、しいたけたいじゃーん。すっげーでしょ。やべえ、ついてきた。ちゃんと全然ついてきなかった。じゃあ今日もみんなが食べたい椎茸を、はい、取っていきたいと思います。はい、いきましょう。はい、よし、せーの、みんなが食べたい椎茸を取っていくよ。はい、はい、みんなが食べたい椎茸を取っていくよ。じゃん、取れましたー。はい、はい、材料紹介していきたいと思います。お願いします。はい、アレンジバージョンのみんなが食べたい椎茸、そう、はい、今日はこちらを3個ですね。3個ありがとうございます。はい、はい、こちらね、うん、薄切りのね、豚こま肉ですね、うん、あ、こま肉、はい、はい、こちら今日 100g、 たけのこの水煮を 100g、 はい、あとですね、うん、今日は味付けで簡単にですね、はい、こちらのね、うん、お吸い物の素ですね。おぉ、こちらをね、うん、使っていきますよ。はい、あとかやわれ大根、薬味とかトッピングで使っていく、はい、かやわれ大根と、うん、スリムネギです。はい、はい、調味料、はい、こちらと概要欄に載せておきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、材料カットしていきますね。お願いします。はい、椎茸ですね。はい、はい、おなじみのね、うん、軸足のね、こちら最先、はい、うん、こちらね、こういうのついてますのでね、はい、1ミリをパンタンと切っていきます。はい、こんな感じですね。はい、はい、次、椎茸の切り方ポイントですね。お、今日の、はい、はい、今日は、うん、椎茸をまずこう半分にですよ、切りまして、はいはい、次ですね、うん、こちらをこう切ります。おおおお、で、こう切ります。はい、はい、そしたらですね、うん、次はこう切っていきますね。はい、これで、うん、食感も残しつつね、うん、あまりご飯と一緒に食べても邪魔にならないくらいの大きさなんですよ、これで。なるほど、はい、この軸足と傘が一緒に残って、なおかつ、うん、ご飯とあまり邪魔にならない、あまりゴロッとしすぎない、うん、こちらが今日の椎茸の切り方ポイントです。なるほど、はい、じゃあ同じように切っていきますね。はい、はい、はい、こんな感じですね。はい、はい、次、はい、タケノコですね。タケノコ、はい、タケノコを切ります。お、はい、タケノコは、うん、こちらは半分に切ってからですね、はい、はい、あとはこんな感じで斜めに、こんな感じでちょっと薄めのスライスで、はい、感じですね。あまり具材があまり大きすぎても邪魔になるので、うん、ご飯の。ああ、なるほどね。はい。
はい、こんな感じで細長くですね、薄く切ります。はい、はい、こちらをじゃあ全部こんな感じで切っていきますね。はい、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 こんな感じでですね、さっきのこもちゃボウルに移していきますね。はい、材料を炒めていきますね。はい、はい、こちらですね、サラダ油、うん、小さじ1くらいですかね、うんうん、入れて、はい、材料炒めていきます。はい、はい、中火くらいで、強めの中火くらいでも大丈夫です。はい、はい、油温まったらですね、はい、豚肉を投入しますね。はい、はい、はい、ですね、はい、ですね、うん、こちら薄い豚こま肉なのでね、うん、すぐ火通ります。はいはいはい、はい、あんまり炒めすぎるとちょっと硬くなるんで、うん、なるほど、軽く火を通したところでね、はい、また次の具材入れていくんで、はい、軽めに火を通しますね。はい、はい、はい、こんな感じで、はい、半分くらい豚肉に火が通ったら、しいたけ、お、はい、あとタケノコも入れちゃいます。お、はい、はい、タケノコとしいたけ入れましたらですね、はい、軽めに塩コショウってね、お、はいはい、はい、あとはしいたけに火が通るまでね、はい、炒めていきます。はい、タケノコは水煮なんで、うん、そこまでたくさん火を通さなくても大丈夫だと思うので。なるほど、はい、ちょっとね、焼き目をつけるために少しこのまま放置しますね。はい、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 こんな感じで、うん、火が通ったので、ここにですね、はい、ご飯ですね。ご飯、はい、2人前、はい、こちらだいたい今日 400g ぐらいあるかもしれないです。はい、はい、こちら入れて、そしたらですね、うん、ここにですよ、はい、お吸い物の素をね、はい、入れてください。もうめっちゃこれいい香りしますね。はい、いい香りするんですよ。松茸と椎茸のコラボをね、今日は食べれるんですよ。はい、ですね。おお、こちらね、あの炒めるって感じじゃなくて、もうざっと混ぜ合わせていく感じで。なるほど。はい。あー、すげえいい匂い。うん。はい。ピラフ風なのでね。はい。あまり炒めなくても大丈夫です。はい、こちらにね。はい。あとは味付け、うん、昆布つゆ、昆布つゆ、はい、3倍凝縮の昆布つゆですね、はい、大さじ2、大さじ2、はい、昆布つゆ入れたら、はい、はい、とりあえず混ぜてください、こんな感じでね。おー、フライパンさばきが冴えてますね。はい、ありがとうございます。ちょっとご飯入れたら強火でもいいですね。うん、うん、ちょっと水分飛ばす感じでね。はい、はい、さ、こんな感じで軽く混ざったらですね、うん、はい、こちら真ん中にね、うん、空洞を開けてお酒、お酒、こちら大さじ1、はい、はい、こんな感じでね、はい、お酒のアルコールちょっと飛んだかなって時にですね、はい、貝割れ大根ですね、はい、こちら、おお、トッピングの分を残してですね、はいはいはい、うん、こんな感じで入れて、あと貝割れ入れたらもう火消してください。おお、はい、これであともう余熱で貝割れ大根と混ぜていきます。なるほど、はい、うん、うん、うまそう、鮮やかですね、やっぱり鮮やかですね、うん、あ、いいね。はい、もうこちらで出来上がりです。おお早いね、早い早い、もうピラフ風ですよ。はい、ね、ご飯はね、あんまりこにめつけるまでとか炒めなくても、はいはい、具材は炒めて、うん、ご飯はこうガッと混ぜ合わせる感じでね。なるほど、はい、こちらでね、はい、もう盛り付けしていきますよ。はい、はい、行きましょう。はい、はい、盛り付けていきます。はい、はい、もうね、簡単ですよね、盛ればいいだけなんです、シャワーに。ね、うん、うん、うん、香りが最高、素晴らしいね。うん、そしたらですね、はい、彩りよくね、うん、貝割れ大根さんをね、おお、こんな感じで乗せてですね、おしゃれにいきますね、うん、骨煮をね、少しこんな感じで乗せてあげてください。はい、こちらでね、はい、椎茸と、はい、タケノコの、はい、ピラフ風の完成です。い
よ。はい、できたね。はーい、できた、できた、できた。早く食べよう。そうだね。そしてビールの泡がなくならないうちにね。そう、乾杯しましょう。飲みましょうね。はい、じゃあ皆さん乾杯。乾杯。はい、乾杯。乾杯。おお、ああ、うめえ。よし、食べようか。食べようね。食べていいか。うん、おいしいね。いただきます。うめえ。うん、うん、うまい。これ、いや、行ったことないけど、うん、なんか高級料理店とかのなんか、うん、最後の締めとかに出てきそう。おそ、うん、こんな感じで、うん、とすごいなんか高級な味がする。上品っぽいよね。うん、多分この貝割れもすごいいいわ。あー、なるほどね。うん、さっぱりするし、はい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 。いや、やっぱレンチャンスカット、うん、いいっすわ。いいでしょう。うん、めっちゃうまい。やっと、よかった。安心安心。これはいいわ、本当に。うんうん、高級、簡単で高級感出せるのはすごくいいよね。すごい、うんうん、本当に。じゃあ俺も食べようかな。うんうん、じゃあいただきます。はい。うまいね。うまい、本当にうまい。うまいでしょ。うん、今日一番うまいかもしれない、これ作った中で。ちょっともう一口、もう一口食いたい。ね、うん、もう、もうこうやって食いたいもん。食いたい。うん、早く動画閉めて。ね、うまいね、本当に。これ、貝割れがまた上品な味出してるね。そう。ね。うん、そして松茸のお吸い物の香りとね、椎茸がこれまあまたよく合う。すごい、食いすぎじゃない？いや、ほんとすげーうまいね。ね、残して。ん？残して。なあ、友の分も少し残そう。今日友にね、最後出てもらおうと思ったら、そう、今日友がなんと、みんな想像してください、友が今日アロハシャツ着てる。ね、とかとも出たくないね。ね、ね、俺今日アロハだからいいわ。まあ、とも今日急いでたからさ。そうだね。うん、これはもうぜひ皆さんに 100% 作ってほしいですね。会話が。うん、うん、ね、うん。だってさ、これ別に全然タケノコとかなくても、うん、貝割れと椎茸あれば、うん、多分作れますね。めっちゃコスパもいいね。そう。こう本当、うん、めっちゃ激安料理。ね。なおかつ高級感がある。そうね、ぜひですね、この椎茸とタケノコのピラフ風ですね、はい、はい、こちらをですね、皆さんにマスターしていただいて、はい、僕たちと一緒に楽しく料理していただいて、美味しく椎茸を食べて健康、そして綺麗になっていきましょう。うまい、ありがとう。